締めてもいい、とりあえず。特徴と、またその良さっていうのはどういうところでしょう。手のねぶたの特徴はまず素材が扱いやすいということですよね。針金よりも、ある曲線を簡単にうまく作れるっていうですか。それと軽いっていうことですよね、はい、あと全体の形としてなんか針金と違うところってどういうふうに出るんでしょう。簡単に申し上げれば竹のねぶたは丸みを帯びた柔らかい造形表現ということになります。一方針金は、皆さんご存知のねぶたのフォルム、つまり彫刻的な鋭角的な表現とかさまざま可能がありますけれども、竹はその彫刻的な表現というのが難しい割にこう丸みを帯びた柔らかい曲線が出せますので、昔ならではのねぶた、昔のねぶたはこうだったのかなという、それをこう想像させることができる表現なのかなと思ってます。高田地区の方々から竹のねぶたを作ってほしいという相談を受けたときに、どういう思いで作られて、はい、今できてどう思われるのか。まず竹のねぶたという以前にろうそくの照明でろうそくねぶたをやりたいというお話、去年の早い時期だと思いましたけれども、ご相談をいただきました。で去年はお祭りに間に合わないので、実際にあったねぶたの中の照明だけをろうそくにするということなんですけれども、ろうそくの照明ということであれば当然針金ではなくて、そのろうそくのねぶたをやってた当時の竹を使って表現できたらというお話をいただいて、で私、ねぶた研究所ってやってますので、いわゆる今のお祭り用の針金のこの造形っていう、当然一生懸命作るわけですけれども、一方でその大正末戦前の昭和一桁のあたりのですね、ろうそくで担ぐねぶたっていうものを、それを竹で表現するっていうことに非常に興味がありまして、できたねぶたもそうですし、それを実際に作り手として再現してみることによって、当時の制作者の苦労とか考え方とか感じ方っていうものを何か得るところがあるんじゃないかなと。竹並先生にお願いをして、昔懐かしい竹ねぶた出来上がって、どうですか今。いや本当に素晴らしいのを作っていただいて、これから何年も続けていきたいと思っておりましたし、地域の方も大変喜んでおります。あれは前からですね、皆さん喜んでおりまして感激しております。そうですね、もう2年以上前からこういう竹のねぶたっていう話を竹並さんとしてたんですけど、実際に去年ろうそくのねぶたやって、今年は竹でろうそくということで、大正末期昭和初期のその雰囲気を、で林もですね再現してできるということで、非常にじゃわめいてます。はい、
こちらにつける、これ逆にしてもらう、回してもらっていいですか。回してもらって